さあ川崎さんのブースに遊びに来ちゃいました。忍者 HSXSE ですねすごいですね、見てください。通常ライトがあるところにですね、見てください、これほら蓋が閉まってますよ開くんでしょうねきっとねそして、まあ、どうなんだろう、わかんない、こっち側が開いてるからこっち側なのかな、はい、これヘッドライトですかね、この横のでっかいの。これでもヘッドライト、これか、これなんですか、これこれはウィンカーとか電線ですか。あ、これは蓋が閉まってるってことですかね。これを開けるとフルパワーとか、そういうやつですか。すごいですね。さあ側面に待ってみましょう。やはりこれかなり大きく取り上げられてるので相当ですね。そしてほらスーパーチャージャーが見えますよ。スーパーチャージのすごいですね。ちょっとね音楽ここガンガンなんであれなんですけども、トラスフレームにですねスーパーチャージャーを抱えた、H2SXSE 素晴らしいモデルですね。これ間近で見れるという形になってます。さあ次行きましょう。さあ KX の250の展示もありますね。これはコンペモデルですね。いやーシートフラットですね。これ今これ250じゃないですか。向こうの方ほら見てくださいよ、ちゃんと KX ラインナップしてますよ。さあこれがですね112、なんか面白い排気量ですね。水冷ツーストですね、これ見るとほら水冷のツーストの 112cc ということで、危なそうですねこれねもう怪我するイメージしかないですけど。さあそしてですね続いてはこちら KLX の 110L、 この辺はなんかあのちょうど良さそうですよね、うん、でもおじさんがあのこの体重でこれでジャンプすると体中痛くなるんですけどただあの面白そうな感じの、練習に良さそうな感じのものですね。さあ続いて見ていきましょう。さあ Z も50周年ということでですね、そういう特別展示になってますけども、これは Z の900のネイキッドモデルですね、4気筒のですねハイパーネイキッド欲しい方はこちらになるんでしょうね、はい、そしてその隣にはですね Z900RS の、まあ、ファイアボールという形でですね、やはり中心に飾られてますね。そしてやはりこのカラーですね、結構ねなんだかんだでもうちょっと街で見るようになってきてもいるので。さあ続いてはですね Z650RS、 見た感じでかなりコンパクトですね。またがってみたいと思います。はい、おなるほど。まずは車体がですねかなりスリムですね。でサイズ感的にはですね、いい表現か分かりませんけどゼファー400みたいなあんなサイズ感ですね。でポジション的にはですね、つうかこれいいな、ちょっと欲しくなっちゃいますね。なかなかこれは仕入れられないんですか。はい、無理です。無理ということで、はい、で全体的にこの辺とかも平らでニーグリップがしやすくて、かつですねなんか昔ながらのタンクの形状がまたがった時に見えるので、そういうところもですねなかなかいいですね。シートはですね珍しくというか川崎さんこんなもんだっけ、あの非常に柔らかいですね。これ長時間乗っても疲れないし、ザ日本のバイクのシートって感じがしますね。そして柔らかいでしょこれ。でこれすごい、これですよ、だからシートは。そしてリアのテールカウル、これ見てください、かなりね現物コンパクトなんですよ。こういうところはちょっとねやっぱザッパー感があるんですよね。というところはね、実はでも Z の900もあれほらあれ900でしょ、あれも実は結構テールカウルコンパクトではあるんですけども、ただよりですねあえてそういう感じで仕上げてあるのかなっていうところもですね思いました。かなり可愛いバイクですね。さあ続いては Z900RS ですね、またがってみましょう。さあまたがるとですねなんかね重量級のバイク、これ Z650RS をまたがった後なんでより感じるんですけども、鉄感がすごいですね、あのずしっとした感じなので軽快に走り回りたい人は650かもしれないんですけども、ただですねやはりバイクの操作感というか、重たいものに乗ってるぞっていう感じが欲しい方はこっちですね。ただ意外なことにハンドルはこっちの方が近い感じがします、気のせいか。でシートもやっぱりこっちの方が少しハードな感じですね。で重量級のオートバイっていう感じがですねやっぱしますね。今となっては900ってそんなに大きい排気量じゃないんですけども、ただイメージはですねやっぱり 1000cc とか 1200cc のオートバイみたいな重量感がまたがった時に伝わってくる質感としてはありますね。ただ現実的にはですね前乗ったことあるんですけど、かなり走りは軽いんですけどね、そんな感じになってます。さあ Z650RS の火の玉カラーも用意されてますね。あれそういえばザッパーの緑はないんですかね、というところはちょっと引っかかるところではあるんですけども、火の玉カラーの 650RS、 これはでもやっぱり色としては一番人気が出るんでしょうね、もうイメージはこれですからね。というわけでですね、まあ今後他の色も出てくるんでしょうけど、この Z
ジェット系のカラーリングは何種類もあるんで、まあただこれが一番ですね、皆さんがイメージするカラーになってるんじゃないかなというふうに思います。さあ続いてはですね、 W800 をベースにしたメグロですね。見てくださいこのフォント、メグロ、すごいなかなかイケてますね。これはノスタルカメラマンが興奮しそうですね。でこのロゴですね、これすごいいいんですよ。これなんて言うんでしたっけ、こういうのって焼き物でこういうのありましたよね、七宝焼きみたいな、なんかねすごい立体感があっておしゃれですね。残念なのはこれなんかシール丸出しですよね、こう白い角が見えちゃってるんで、これつけるならこれもちょっとコストアップしてもいいからつけてほしいと個人的には思っちゃったりはするんですけども、まあただですね、とは言っても目黒ですよ。またがってみましょう。はい、おなんかすごいしっくりきますね、ある意味で。一つは見てください、このフォント、ここに目黒、これね見るとちょっとデコボコしてるんで、まあバシンと押すような感じで印刷されてるものだとは思うんですけども、ここはすごい質感があって好きですね。そしてもうこれはね、このスイッチですよ、見てください。これスイッチが昔のものをそのまま持ってきてるデザインがね、まあこれ Z 系もこれついてたんですけど、これ見てください、このこれ使いづらいんですよ、使いづらいけどこれがいいんですよね、わかりますか使いづらいだけじゃないですよ、使いづらいけどこれがいいんだよねっていう、このコンパクトでキュッと絞られたデザインはですね、もう普遍ですね、昔からのデザインなんですよ。これがそのまま採用されている、やっぱこういう細部に宿るんですよね、レトロ感って。ちょっとね ETC のアンテナがここにドカーンは興ざめですけど、はい、これはちょっとなんとなく興ざめですけど、ただですね、まあ全体的にいい仕上がりになってますね。ほらこのリブのね、アルミの肌感とか、この角ですねとかですね、かなりなかなかいい感じになってますね。綺麗ですね、光の反射がね。そしてはい、エンジンもですね、はい、シリンダーがブラックアウトされてます。そしてこれはもうこんなこと言ってもしょうがないですけど、バイクで見るんじゃなくて、バイクからエンジン下ろしてシリンダー外してシリンダーを干渉したくなるような、内側に丸く巻き込んでるんですよね。こういうのがですね、機械感を醸し出しててすごくいいですね、こういうところね。はい、これもフィンが昔はついてましたよね、みんなね。はい、マフラーのフランジねもうついてたりですとか、そういうところはですねちょっと懐かしいですね。チェーンカバーもちゃんとほらメッキですよ、はい、メッキでできていて、そしてああいいですね、ちゃんとプレスで内側に折り込んであってですね、その裏が雑っていうね、こう折り込んであるんじゃなくてこうなって終わってるみたいな感じもですね、非常にですねこの雑さがちょっといいんですよね。まあ細かいところになりますけど、あとはまあ人によっては好みが違うかもしれませんけど、いいところはですねちょっと離れた時に、こっから斜めに見た時にこの切りっぱなしのチェーンケースが見えるんですよ。そういうところがですね雑で素敵ですね、はい。さあそしてですね、 Z の250、これは MT25 のライバルですね、があったりとか、あとはですね、はい、これは忍者の400、こういうカラーリングもあるんですね、はい、忍者400があったりとか、そして、はい、忍者の ZX10R があったりとかっていう形でですね、まあ、川崎さんのブースもなかなか、まあ、ここで今結構混んでてですね、撮影しづらいんですけど、はい、ご迷惑かけちゃうといけないんでね、まあ、そんなわけでですね、まあ、こういったラインナップになっているという感じですね。